それから、インパクトに意識を持つ選手もいます。インパクトだけを力強く、これはトップに力を入れないようにですね、間を取って間合いの中でここで力んでしまうと、ここのポイントで一番大事なところで力が抜けてしまうので、インパクトに力を出すためにリラックスしてポイントだけ、振り抜くというやり方もあります。これは、ボールを、打ち抜く、という意味にもなるので、このインパクトの振り抜きというところに意識をするということもあります。それからこのインパクトで、打ち抜くときも、今は右手のこの強さですね、左で引っ張るというよりも、左で引っ張ってきたバットをインパクトで右手の強さで打ち抜くという、こっちの右手の押しというのも一つ大事なところでもあるので、練習の中で打ち抜くときに、右手の拳ですね、そして打ち抜くというのも一つ方法ではあると思います。それからバットで、ボールを運ぶようにというイメージを持つ人もいますけれども、これも下から出して運んでしまうと、どうしてもボールの下にバットが入ってしまうので、しっかりとまっすぐ打ちに行く中で、打ってからフォロースルーを大きく運ぶようにですね、振ってみるといいと思います。やはり物理的にあまり上からあまり下からというのは、絶対にボールが飛ぶわけがないので、バットの入射角ですね、自分のバットのこの軌道とボールのどこにバットを入れるかというのをよく考えてですね、イメージを作ってみてください。